はい、こんにちは。動画ご視聴ありがとうございます。本日ですね、11月24日に日産自動車の方からノートのフルモデルチェンジの発表がありました。発売の方はね、12月23日よりということになっております。今回がですね、3代目、2005年1月に発売されたコンパクトカー、日産ノートで15年間で累計146万台の販売を記録したというようなモデルになりますね。2012年の9月からは2代目となり、で4年後の2016年11月に初めて e パワーを搭載しました。で今回はね、その e パワーをさらにパワーアップさせたということで3代目が誕生ということになっております。今回はデザインとかね、そのあたりもですね、以前にね、発表されましたアリアにね、つながるようなデザインとなっております。で新たに第2世代の e パワーとしてパワートレインのハードウェアなど制御なども刷新し、より力強く上質な走りと効率化を高い次元で両立したということになっております。コンパクトカーとしてはね、初搭載となる運転支援技術プロパイロットが搭載、それがね、日産初のナビリンク機能を備えています。で360度セーフティーサポートなど先進の安全技術も充実させて、まあほぼフル装備という形で登場するということになっております。で遅れてですけれどもね、4WD e パワーの 4WD も今年中に発売する予定となっております。寸法としてはですね、だいたい全長 4m45cm で全高が1520、幅が1695ということで、まあコンパクトカーのサイズとなっております。ヘッドライトの方がね、2種類あるんですけれども、通常がハロゲンタイプになります。オプションとして LED のヘッドライトが選べるということになっております。ここからですね、ちょっとカラーリングを見ていきたいと思います。まずはですね、ホワイト、これは白ですね。続きましてこちらはスーパーブラックとなります。次がですね、ピュアホワイトパールになりますね。こちらがパールになりますね。で次がですね、ブリリアントシルバー、まあ、シルバーになりますね。そして次がダークメタルグレーですね。まあガンメタですね。次がガーネットレッド、赤ですね。一色の単体のレッドになりますね。次がオーロラフレアブルーパール、まあ、パールが入ってるちょっと深い青なのかなっていう感じです。次がですね、バーガンディ、まあこれは赤のちょっと深い色のような感じでしたね。で次がオペラモーブ、こちらの方はちょっとピンクっぽい色になりますね。そしてプレミアムホライズンオレンジ、まあ、これは日産のオレンジのカラーですね。特別塗装色になります。そして次がですね、オリーブグリーンですね。まあ、ちょっと発色のいいグリーンですかね。そしてビビットブルーで、天井がスーパーブラックのツートンとなっております。でこちらが先ほどのオペラモーブとスーパーブラックのツートンという今度ですね。はい、ここからですね、第2世代の e パワーに変わりました。今回のはですね、第1世代の e パワーと比べても力強さと滑らかさという部分で前の e パワーよりもパワーアップしているということです。でロードノイズなどね、そういう部分での静かさという部分でもさらに良くなったということになっております。さらにですね、モードが3種類、スポーツ、エコ、ノーマルと3種類選べるようになりました。
さらに進化した全方位運転支援システムことで360度セーフティーアシストが搭載されています。これがですね、プロパイロットなどもね、コンパクトカーで初の標準搭載となっております。ナビゲーションシステムと連動して作動するという部分があるということです。今回はですね、警告音でも教えてくれます。でさらにね、ステアリング操作で車線変更危ない場合には戻してくれるということになってますね。音で知らせてくれるので、そのあたりね、確認ができるかなと思います。でアラウンドビューモニター、日産得意のアラウンドビューモニターですね。でその際にね、周りに移動するもの、人とかね、そういうのを感知すると音で知らせてくれるというところもついております。さらにですね、前方の車両、2台前の車両の急減速にも感知してくれる。その場合もね、このように音で知らせてくれるので、ただこれはね、自分でブレーキをかけなきゃいけないというところがありますので、そこは注意する必要があります。ですね、こちらの方もついております。でこの車線逸脱の方もね、ステアリング操作できちんと中に戻してくれると。今回ですね、 LED ヘッドライトオプションの装備をすると、ヘッドライト、ハイビーム、ロービームの切り替え、光量の調整等も全部やってくれます。対向車や前方の車両など、いろんな場面においてハイビームにしたりロービームにしたり、部分的に変えたりということも全部やってくれるということです。でこちらの方がですね、最近の車にはかなり搭載されてきているオートブレーキホールド、信号待ちの時にブレーキを離してブレーキでホールドしてくれるということですね。でこちらの方がですね、踏み間違い防止、急なね、人の動きなど、前方の車に踏み間違えちゃった時とかも、このようにセンサーでブレーキと音で知らせてくれます。で前向き駐車で出る時にもね、後方確認できない部分をこのように音で知らせてくれるというようなことですね。でインテリジェントルームミラー、そうですね、デジタルルームミラーの方をつけていただければ、後ろがね、視界が良好になるというような形になっています。さらにはですね、ナビと連動しているシステムとして進入禁止などを全部ディスプレイに表示をしてくれますので、入ってはいけない場所に入るっていうことの心配もないかなと思います。止まれなどね、そういう標識にもきちんと対応して、制限速度にも対応してますので、そちらの方もきちんと表示してくれます。で高速道路なんか走ってる時にはね、アクセル、ブレーキ、ステアリング操作っていうのも車がアシストしてくれるということですね。前方に接近しすぎた場合っていうのは減速をして追随してくれると。あとはですね、ナビとね、リンクをさせると道路標識を感知して制限速度を切り替えてくれます。80キロになれば80キロ、そこからまた速度の方が60キロに落ちれば制限速度60キロという形で設定車速を変更してくれます。あとは下り坂でね、スピードが出すぎた場合なんかにはね、ブレーキできちんと設定速度を維持するように調整をかけてくれるということです。でジャンクションなどね、急なカーブなどもナビと連動していることによって速度の減速をきちんとしてくれるということになってますので、こちらの方もね、きちんと対応ができるということになってます。で
あとですね、特別仕様ノートのね、オーテックバージョン、こちらの方も同時に発表されております。こちらの方もね、なかなか形としてはいいんじゃないかなと思います。ちょっと違うノートっていうことであればね、こちらのオーテックバージョンっていうのも選択肢に入るのではないかなと思います。ニスモバージョンはまだ発表されてないので、遅れて出るのではないかなというような気はしておりますけれども、まあこちらの方もね、いいんじゃないですかね。はい、こちらがねノートのね諸原表になります。まあ寸法とかこちらの方でタイプはね3種類、グレードが3種類あります。エンジンモーターの方は E パワーということになっております。あとはですね、燃費などっていうのもここに書いてある通りになりますね。このような形ですね、金額と、まあ、安いので205万円からということでね、まあ、燃費はだいたい WLTC モードでいって 28.4 から 29.5 というような感じになってますね。こちらの方を基準にしていただいた方がいいかなと思います。はい、最後まで動画の方ご視聴ありがとうございます。よろしければね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。